8ミリ小の丸シール2枚黒く塗りつぶします。極細のホワイトマーカーや修正液などでこのように丸を描きます。それでは顔から折っていきます。 7.5 センチ白を上にしてこのまま半分に折ります。戻します。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。向きを変えます。こちらの縁から1センチ下で折り筋を入れるようにこの角を折り上げます。折り上げた時にこちら縁と角を揃えます。上の角は下の縁より1センチ下で折り下げます。戻します。角をこちらの折り筋に合わせて折ります。からこちら戻します。次は髪の毛、こちら15センチの半分サイズです、はい、白を上にしてこちら向きにして半分に折ります。一度開きましてここのり付けしておいてください。で戻します。この上の縁を下に折るんですけど折った時に幅を同じにします。一度こちらちょっと頭を差し込んでこちら縁を合わせます。でなるべくこう真ん中に合わせてからちょっとこの辺りを軽くちょっとのり付けしておいてください。でこのまま貼り合わせます。はい、こちらこう斜めに折ります。ここ1センチからここ 1.5 センチほどこのライン上で折ります。ちょっと裏返してちょっと折ります。こうですね。でちょっとこんな感じになります、はい、こちらも同じようにここ1センチここ 1.5 センチのライン上で折ります。角ちょっと硬いんですけど少し折ります。こういう感じで、はいはい、こちらも折ります。ちょっと今裏こうなってるんですけどこちらここも少しこのように斜めに折ります、はい、裏返したらこういう風にここなるべく幅が同じになるように平行になるようにこのようにこちらも折ります。一度ここ戻しましてここのり付けしてください。次は 2.5 センチと5センチこちらも白を上にして半分に折ります。ここも端だけ軽くのり付けします。で貼ります。この角を少しだけ折ります。数ミリ直角に
こんな感じで折ります。こうですね、はい、こちらも折ります。はい、ここもできたらのり付けしてください。はい、で裏返しまして、ここのり付けします。でもこのように少しここが 1.5 センチ弱ぐらい出るように貼ります。はい、次は 7.5 センチ、はい、こちら白を上にしてまた半分に折ります。ここもずれないようにここを軽くのり付けして貼っておきます。ここの角を支点に斜めに折ります。ここ2センチほどです。はい、こちらも斜めにここ2センチ折ります。はい、裏返します。こちらの縁でこれを折り上げます。こちらも折り上げます。裏返しまして、ちょっと一度ここをめくりまして、ここを折ります。折って戻します。こういう風になります。こちら襟、こちら 1.5 と 7.5 センチ。こちら白を上にして半分に折ります。はい、こちら一旦開きまして、はい、のり付けします。はい、戻します。あたりからこのように V 字になるように折ります。はい、ここ高さ同じぐらいにして、ここは2.5センチほど開けておきます。裏返しまして、またここ全体のり付けしてから、こちらこのように貼り合わせます。だいたいこの幅の真ん中あたりに、ここ下の縁が来るようにしてください。でこのように貼り合わせます。はい、裏返してはみ出た部分はこのように折り込みます。次、帯、こちら 7.5 と 1 センチ、こちらも白を上にして半分に折ります。こちらこのように半分に折ってから、ゆっくりこのように折ります。はい、こちらも開いてのり付けします。またこちらもざっとのり付けします。先ほどのこの襟、こういうふうにちょっとかぶるように貼ります。はみ出た部分はこのように折り込みます。同じく 7.5 と 1 センチ、先ほどと同じように半分に折ってのり付けしていきます。半分に折ります。折ったらここカットします。こちらはそのままで、もう一つこちら
だいたい3分の1ほどでカットします。こちらはちょっと使わないです。こちらも同じように V 字になるように折ります。少し狭くこのように V 字にしてください。でこちらは少し先ほどより広めに V 字に折ります。はい、こちらもこのようにここをのり付けしてこの辺りに貼ります。はい、こちらもここのり付けして、はい、ここへ貼ります。もう少し広げます。次は5センチ、こちら白上にしてまた半分に折ります。こちらものり付けしておきます。この角をこの縁から1センチ上に合わせるように折ります。ここもできたらのり付けします。こちらとこちらの角は少し5ミリほどでちょっと折っておきます。はい、こちらも折ります。こちらも広げてのり付けしてください。こちら向きを反対にしてからここ真ん中あたりを2センチほどざっとのり付けして、ここへこのあたりに合わせます。ここだいたい2センチ弱ですね。でこのままこのように縁で折り込みます。それでは服と頭を貼り合わせていきます。こちら少しめくってこのあたりをちょっとのり付けしてください。はい、でここへ間へ挟み込みます。でこういう感じで少し襟の中の黄色が見えるぐらいで止めます。ちょっと上もここものり付けしてください。はい、で止めます。でこの辺りものりちゃんとつけてないのでつけるとしっかりします。次は着物の模様をつけていきます。こちら5ミリ極小の丸シールをこのように下あたりに適当に、色はこのように好きなように貼っておきます。袖にもちょっと2箇所2個ほどこのように貼ります。次こちら16ミリの丸シールを使って少しだけこのようにパチッと先を切ります。こういう感じでピッと、はい、貼ります。でこちらも切ってこんな感じで貼ります。でまたちょっとここをこういう感じで貼って、はみ出たら裏へ折ります。こんな風につけていきます。次は目のシールを貼ります。このあたりにちょっと貼りますね。形は出来上がりです。ここに花をつけるタイプの場合は8ミリのこの小の丸シールの赤などを使ってこのように少しずつずらしながら5枚貼っていきます。で花の形にします。はい、こちら5ミリの丸シール黄色を真ん中に貼ります。
このバージョンは出来上がりです。もう一つのバージョン、こちら 7.5 センチの半分サイズを白を上にして半分に折ります。のり付けします。で、貼ります。で、こちらもまたのり付け。で、ここ縁になるべく合わせるようにして貼ります。で、裏側をこのように折り込んでおきます。次はこちら 1cm×7.5cm の白と黄色、こちら折り方一緒です。もう半分に折っておきます。こちらも半分に折ります、はい、ちょっと開いてのり付けしてください。で、また貼り合わせます。白の場合、一旦ちょっと軽くここ半分に折ってから、この真ん中より1センチちょっと外して、このように斜めにここに折り筋がつくように折ります。で、ちょっとだいぶ斜めにしてください。こちらも同じようにします。次、こちらはこのまま真ん中あたりでこのように V 字型にするんですけど、だいぶ開いた、このもっとこういう風に開いてこういうくらいにします。それではここをまたこの裏側をのり付けして、この真ん中あたりをのり付けして、一旦ここへちょっと調整しながら貼ります。こちらもこのようにこの真ん中をのり付けしてここへ貼ります。同じく 8mm の丸シール赤、今度は4枚使って花を作っていきます。こういう風に貼ります。こちら 5mm の黄色をここへ貼ります。これでこちらも出来上がりです。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。